さんこんにちは。 HCR2022 にご来場いただきまして誠にありがとうございます。今回の展示商品をご紹介します。こちらは6月にリニューアルした温水洗浄歩行便座です。高さをかさ上げして便器より立ちやすくできます。税込みでも介護保険購入枠内に入る価格帯で人気です。設置可否はこのサイトから確認できます。より立ちやすくするために使うのがこのレンタル手すりです。このように挟み込んで取り付けます。スライドする手すりが好評です。横からの異常の邪魔にならないだけでなく、座った後も跳ね上げ式手すりと違い、肩麻痺の方でも麻痺側に傾くことなく操作しやすいです。こちらはこの秋発売予定のベース式のトイレ手すり、スムーディートイレ用です。挟み込み式が使えないこのような樹脂製の便器や袖、リモコン部が大きいトイレにも設置できます。ベースカバーは汚れても拭き取りやすい樹脂製カバー。床の上でも滑りにくく、鉄板も直接触れないので床が傷つくリスクもありません。支柱のスムーディーカーブはリモコンへの手を回しやすい、掃除しやすいなどのメリットがあります。そしてロングセラーのポータブルトイレシリーズ、よく選ばれているのはこのように肘掛けを動かして広いスペースが取れるタイプです。異常や拭き取り解除が楽と好評です。またこの位置からは座薬対応は難しいですよね。そんな時このように後方解除ができる仕様も好評です。ということで今回はパナソニックこだわりの排泄用品をご紹介させていただきました。入浴用品やレンタル手すりの動画もアップしておりますので合わせてご覧いただけますとありがたいです。パナソニック。